皆様こんにちは。2023年11月19日の日曜日、ゼックス日本橋にて19時から高松愛堀内ゆり、デュオバイオリンのコンサートを開催することになりました、はい、2人でデュオバイオリンをやるのは2年ぶりくらいになるので楽しみちゃう。楽しみです。で、ピアノが、はい、小山田です。皆さんよろしくお願いします。この日は曲は何をやるんですか？長さ、そう、サラサーテの長らという曲に、うん、2年前に演奏したバッハの未来バージョンのための競争曲、シスタコーヴィッチの2つのバイオリンとピアノのための5つのサラサーテという、これはモーツァルト、まあ、これはバイオリンだけ、バイオリン2人だけで2つのバイオリンの演奏曲から第1番、ぜひ皆さんいらしていただきたい。はい、嬉しいです。お待ちしております。お待ちしております。